鉄砲魚は、鈴木目、鉄砲魚科に分類される魚と基礎つ、ジャキュレートリックスの標準は妙だが、講義には、鉄砲魚科と基礎機程に分類される魚の、総称としても用いられる。口から水を発射して、水面上にいる、小動物を撃ち落とし、捕食する行動がよく知られている。鉄砲魚科は、鉄砲魚族と基礎つの一族だけから構成され、 これまでに7種類だけが知られる小さなグループである。どれも東南アジアとその周辺の熱帯域に分布する。西洋の全長は15から3 0トルほどだが、ティーチャタリウスは全長4 0トルの記録がある。体型は鯛のように左右に平たい。靴先は下顎が上顎より前に出て、前髪型に向けて尖る。背びれは 体の後方に偏って尻びれのほぼ反対側につき、ここで最も体高が高くなる。横から見ると水滴型を横倒しにしたような体型である。口に含んだ水を発射して、水面上の歯に止まった昆虫などを撃ち落とし、捕食する行動がよく知られており、和を鉄砲魚はここに由来する。また英名アーチャーフィッシュも、伊手魚、俗名トキソツも、 いてを意味する。郊外には前方へ向けて細くなる溝があり、そこに下から下を当てることで喉から口先にかけて水路が形成される。災害を強く閉じることで1メートル以上も水を飛ばすことができる。また、水面近くの獲物はジャンプして捕食することもある。水面を隔てると垂直以外の角度では屈折が起こり、実際の位置からずれて見えるが、 鉄砲を類は、屈折を計算して、水の噴射やジャンプができる。ただし、射程距離や、命中率には、個体差がある。スリランカインド東部、オーストラリア北部、ポリネシアまでを含む東南アジアの熱帯域に広く、分布する。日本には分布しないと思われていたが、1980年に、沖縄県西表島で D、D. ジャキュレートリックスが発見された。 淡水域、寄水域、海岸の植物が多く茂ったところに生息し、マングローブ地域に多い。西表島の鉄砲魚では、川口沖合の差し網に大型個体がかかった例が報告されていて、川と海をまたぎ、広範囲に行動している可能性がある。水面より上の小動物以外にも、水面のアメンボ類や落下生物、小魚や甲殻類など、 水生小動物も食べる。祭事行動に水鉄砲が不可欠というわけでもなく、どうして水鉄砲による捕食を身につけたのかは謎となっている。その捕食行動から水族館などでも人気が高い。また、大型種は食用にもなる。気水炭水魚類環境省第4次レッドリスト新旧対象表。ありがとうございます。